で、アシュリーめっちゃ可愛くなってる。あと、あれだった、アシュリースカートじゃない説ね。ショートパンツ説。パンツ見えない。ああ、じゃあパンツ見えなくなっちゃう。だから見えないのか。だからなんかその辺のあれがあったらしいから。結構だ、アシュリーのパンツ問題。うん。だからショートパンツに変わったって話ですよ。ダメだな。いや、それもある意味、楽しみ要素の質問、うん、だって、ちゃんとパンツ覗くと、やーって言うんだよ。ほんだ、キャーウィーン。歩いてでパンツ見えんのかなと思ってる。だからね、あのまたコスプレ系のあれが入って見えるようになる、うん、なるほど。でもね、あの、追加コンテンツで、そうそうそう、あの元の衣装とか来る、そうそう、元の衣装絶対来る、あ、出るね、絶対出るでしょ、うん、レオンはでもあの服のままでやった、違う、いや、ちょっと違う、ちょっと違う、うん、うん、その耳はなくなっちゃったかな、さすがに。いやー、入れてくれると信じてくれよ、入れると思うよ、入れてくれると信じてる、だって別に変わんないじゃん、あれは、うん、スペイン語でしょ、もともと、そう、そのままスペイン語採用されてんだったらあり得るよね、それも。あれあれあれ、あ、中野バーガー、てめえもスケヒー、邪教頭とかも出るって分かってんじゃん、森ネズミじゃん、森ネズミ、村長、森ネズミ、もう怖くねえもんな、怖い、かわいく見えてくんの、えいそこはグレンだよ、俺ですよ、10周以上してるから、まあ、そうやったな。